今日は4月の29日月曜日祝日です。今日は残念ながらペイちゃんとママ2人のデートになります。女子2人のデートで、去年も行った亀戸天神富士祭り、去年遅すぎたので今年もう一回行ってみようと思います。今年こそ。今日は女2人で心もとないですが、行ってきます。来年また来ようか。
以上、亀井の天神からでした。天神せんべい焼きたて薄焼き150円買いました。ペイちゃんの分もらったんだよね。味がついてないやつでもいらないの。感じるね、ど真ん中を歩くのって。ペンちゃんもこんな景色を見て何を考えてるんでしょうね。伝えておきたいことがある。今だけ目を閉じて思い出してみて、一緒に歩いた昨日や明日はそれだけ。電車に乗りますからね、今から電車に乗ります。たとえ今日がどんな風にあなたを悲しませても大丈夫、あなたは。はい、亀井城駅前に戻りました。こっちか。毎日がすり抜けるように過ぎてゆき、いつしか夢さえどこかに置き去り。だけどあなたの笑顔のためなら私はまだまだ諦めはしない。たとえ今日でそんな風にあなたを悲しませて、やばい、ちゃう、大丈夫、私が帰らずこんなに。Vamos cantar.
stars you won't watch. I must be there before they say I'm better than you. I肉類が食べたかった唐揚げを頼む鳥の唐揚げ頼んだとごめんね。2人女子デートでした。楽しかったかい？じゃあね。